アウトローの世界へようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます。造座でございます。昨晩に、小山圭吾さんが、売田さんを攻撃しているとも取れるラップを歌っておりました。果たして、何があったのでしょうか。正直、事実だとしても、不当な蒸し返しにも思えます。また、騙して佐々木さんに近づいているというのも、 少し不思議に思えました。不穏な動きはさらに続いておりまして、どうも250番さんが佐々木さんと一緒にタイソンさんについて話すライブを行うそうです。ただ、タイソンさんが揉めたのはドラゴン関係者であって、ドラゴンとは言っていません。どういう落としどころなのか少し気になります。それにしても、冷静に考えると、 内藤さんと小山さんが主に見出しているような気がするのは、私だけでしょうか。その反面、小山さんは、画面裏では、本当に丁寧で、周囲に気を使う高青年という情報もあります。アウトロー界の柴田的立ち位置の可能性もあるかもしれません。正直、動画の内容だけを学面通り、解釈するのは危険に思えます。もしかしたら、 学面通り受け取る視聴者を手の上で転がしている可能性もあるのではないかとも思えます。その根拠として、小山さんは、佐々木さんに気を使っております。佐々木さんが婚意にしている、売田さん親子に対して、いきなり攻撃をするとは思いにくいです。また、ショート動画でも、風船動画の裏側曝露もありました。ひょっとしたら、 壮大なエンタメの絵を描いている可能性を感じます。皆様は、どう思いますかまた、最近になって思い出したことがあります。戦後の日本では、アウトロゴロシともいえる、人格矯正手術が行われておりました。それを通称、ロボトミー手術と言います。全頭用白質切説術といい、全頭用にある神経を切断することによって、 凶悪性や精神的な異常、アルコール中毒などを回復させるという精神外科という分野がありました。この手術を行うと、自分が自分で亡くなるという感覚に陥るそうで、自ら命を絶った事例も複数ありました。何かしらの犯罪を犯し、精神科に入れられ、異常が認められると強制的に手術されることがありました。もし、今の世にもあったとしたら、 アウトロー界の人々の何人がロボトミー手術をされていたのかと考えてしまいます。少し恐ろしいですが、世界を行われ、昔の日本では、精神外科は巨大な力を有しており、精神外科の権威を示すかのごとく、犯罪者や精神疾患者に普通に行われておりました。